刻は9時12分になっております。今日はここ京都河原町、自称河原町から歩いてきて、はい、四条河原町から歩いてきて祇園の方に向かっております。私、学生時代大学4年間京都で過ごしたんですが、全然なんか雰囲気が変わってますね。懐かしい。いやなんか大阪から来るとなんか雰囲気がほんまに違いすぎてね。うん、祇園通り、あ昔から来んないでここら辺は。いや変わったわいやいや古いがな建物古いな古いように作ったやなこれ、うん、ちょっと紅葉します。おお綺麗なもんやね。そして今日のメインイベントは、はい、今日は大文字山に行きます。大文字山、はい、はい、大文字焼きのひどこに行きます。ひどこ、はい、ここから京都市内を一望できます。京都市内を一望するですね、はい、はい、そしてそしてお昼ご飯どうするんですか、うん、行ってみよう。はい、今から朝ごはんを食べます。はい、炊き込みご飯おにぎりを持ってきました。ほっかほっかです。純吉おにぎりです。違います、純吉のお母さんおにぎりです。冷凍して送ってきてくれました。はい、いただきます。今からあそこの大文字山を目指します。おお、程よい高さよね。ちょっとヒエイ山が見えてきました。ヒエイ山、車高取った。そうやん。はい、南禅寺にやってきました。時刻は9時52分、はい、駅から 2.7 キロです、はい、紅葉で有名な、お、ちょっと紅葉してる。うん、今から本番って感じやね。うん、高度を高さがっている綺麗だね。どうですか紅葉は。まあ今から本番やろうなって思いますけど、うん、これはこれでね、うん、糸おかしい。ちゃうわ。修行してはる。10時14分です。はい、39番、 3.9 キロ京都はね、こういうのあるからね、うん、いいよね。いや、本当にね、はい、静寂に包まれた山です。行ってみよう。行ってみよう。現在
大文字山を目指しています、はい、大文字山から大文字の火床に行き、そこから銀閣寺の方に降りていきます、うんうん、そして今日のお昼は、はい、純吉弁当ちゃいますよ我がホラポスの精鋭おしさんがカレー屋をなんとやることになりました。なんと脱サラして夫婦でカレー屋を営まれるそうで、はい、あの実はね今はこの2日間だけ曲がりで臨時営業みたいな感じでされてて、本店がオープンするのは来年の4月の予定なので、オープンしたらまた突撃したいと思います。今日はどんなカレーを提供されるのかっていうのをまずは我々で味見、はい、純吉はそのことしか頭にないみたいです。そりゃそうやろはい降りようぜやばって感じこちゃうで、あ、これで。はい。タッチ10時56分、はい、距離は 6.5 キロ、はい、やりました。あ、すごいな、ね、今日いい天気やからよく見えるね。ああ、知らんかった、ひどこまで行こうと、ひどこまで行こう、ひどこどこって感じ、どこなんちゃってシャレやったんか気づいてきて また山頂に来た。なんやねん11時9分、2度目の山頂です。何をやってるんでしょうか。あ、ここ、こっちって書いてるで、これ、うん、書いてある。え、左だ、ね、大文字の火床に到着しました。11時20分わからんロストをしてしまいましたけども、大文字山近辺をちょっとぐるりと一周してしまいました。ああ、すいません。あ、うん、すいません、ありがとうございます。すごいね、すごい、ちょっと自撮りも出さなかったこれ、うん、こっちの、あ、こ、あの辺か、うん、お、まさしくひどこ、うん、なりましたね、ひどこです。紅葉やはりもうちょっと今からって感じですね、うん、無事到達することができました、よかったです。一時はどうなることかと。はい、チーズ。なんでガチャガチャと押したの？こっちは。うん。はい、11時46分。はい、距離は 9.3 キロ。無事下山してきました。銀閣寺に降りてきました。はい。いや、気候がね、すごくいいんでね、景色も綺麗だし、ものすごい登山客で賑わっていました。ちびっこのメッカなんですね、ここはね、きっと。親子登山メッカと思われます。自転車でそこまで来て登山してる人たくさんいらっしゃいました。はい、我々はこれからお昼ご飯会場に向かいたいと思います。はい、ワクワクですね。御所のそばに行きます。はい、どうしたの、ストレッチ、あ、これや、あります。インドのウイスキーを、お待たせしました、はい、あ、こんなメイク、メイク、
メイキングなんて、そんな、やってきました。これはトッピングです。チーズとバーグと味玉はトッピング、はい、こっちがノーマルですね、はい、これは自慢のポテトサラダだそうです。スプーンが来てからいただいてみたいと思います。